ジャズベーシスト鈴木勲さん死去、89歳、コロナ肺炎で。日本のジャズ界を牽引してきたベーシストの鈴木勲さんが8日午前5時17分、新型コロナウイルス感染による肺炎のため、川崎市中原区の病院で死去した。89歳、東京都出身。葬儀は近親者で行う。喪主は長男、一世氏。1956年に活動を始め、ジョージ・川口さんや渡辺貞夫さんらのグループに参加。70年にジャズドラマーのアート・ブレイキーに見出され渡米し、ジャズ・メッセンジャーズの一員として活動した。エラ・フィッツ・ジェラルド・チャールド・ミンガスら、ジャズ界の巨匠らとも共演した。ブローアップなどアルバムを多数発表したということです。鈴木勲さん、日本の、ジャズベースコントラバス奏者、および作曲家でもあります。ニックネームはオマスズ、オマさん。東京都出身、立教大学在学中に来日した、ルイ・アームストロング・オールスターズの公演を聞いて、特にベース奏者のミルト・ヒントンさんに衝撃を受けたんですね。で、1956年に米軍のベースキャンプで演奏を始められたそうです。その後、1970年に来日したアート・ブレイキーにスカウトされ、渡米。ジャズメッセンジャーズの一員となって、全米欧州ツアーを、されて、帰国後に TBM レーベルでブローアップ、これが日本ジャズ賞受賞等の、名曲を録音。その後も、ジャンルを問わず多くのミュージシャンと共演し、後年は日本の若手ミュージシャンの教育にも力を注いでいました。鈴木勲さん、まさに日本の歴史的な最高のベーシストと言っても、過言ではないですよね。ベースというのは地味なポジションに見えるのですが、渋い、音を選びする人が加わると曲が一気に引き締まる、楽器なので、もっともっと大きく評価されてもいいなとは思うんですけどもね。今やネットの配信だとか DTM 時代になりましたが、また、鈴木勲さんのような熱気のある、ミュージシャンが、誕生することを期待しております。鈴木勲さんのご冥福をお祈りします。ということで、本日のニュースためになったという方、チャンネル登録高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。